さあさあさあ、本日もやっていきましょうか。バイオハザード6。エイダ編でございますね。はい。まあ、エンブレルも全部、結局言えてねえんだよな。結局言うことができてないっていうね。はい。エンブレルを全部ぶち壊していくっていう、ね。作品でございます。作品違う。ごめん。日本語が全然喋れてないです。はい。エンブレムを全部ぶち壊していきましょうという巻でございます。はい。ということでね、まずは、これを合体させての、ラジバンダリー。で、こっちで、ピッキョローンっております。ヒューマンで、まあ、ここ降りていくのはいいんだけど、ここから、研究施設抜けて、あー、思い出したわん。ここ確かあれだ。デブチャビンがいっぱい出てくるところだったよね。デブがいっぱい出てきて、デブ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 って言いながら走って叫んで、あーとあれだよ、ちょっとつモーシンゴリラがたくさん大量発生するとか目の前にいた。やばいやばい、どすこいどすこい、土俵に上がる前にやってきやがったこの野郎。足、お前下半身が弱いんだよな。たあ、意外とごめんなさい。意外と下半身お強いでございますね。はい。まあ、下半身が強くないとやっぱ男性。あ、いつものごとく、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンよろしくお願いします。会いたいんね、毎日ね、くだらない話にお付き合いいただいている皆さん、本当に心から感謝しております。はい。まあ、とは言いながらね、30を超えたおっさんがね、一人でね、ゲームを実況しながらね、そしてね、叫びまくるっていうのは、なかなかね、希少というか、稀というか、もうなんか機械に見えるって仕方がないっていう状況でございますんで、走る足をぶちのめすディン。やっぱり、肉があれだね、太いね。お肉が太い、ドン。オッケー。おー、ご褒美プレイ。その角度で蹴り上げたらもう完全におちんちん蹴ってる。あー、行っちゃった。完全に行ったね。うん。よし、オッケー。よし、もう一個、オッケー。んで、こいつ取る。あ、壊してくれたおかげです。取ったね。いや、ごめん。今ね、字幕がね、もらっていくわねっていうのがさ、ちらっていくわねって見えた。もう日本語になってないよね。で、取って、そして、あれを打つ。あ、ちょっと待って。ま、あれ、もう一体いる。ドン、ドン、ドン、ドン。すごい、画面が揺れてる。足音がすっごい聞こえてくる。え、どこ？いって！あ、なるほど、思い出したわ。思い出したけど遅い、時すでに遅い。下から来るんだったこいつ。といえばうれめっちゃ刺したろ。おら、お前串揚げだ。お前焼き鳥ならぬ焼き豚にしてやる。おら、あ、下手くそ。うら、焼き豚。あ、やっぱ強いんだな。ってことは前回パートで倒したさ、あ、前々回パートで出てきたさ、なんか後ろからブンブンチョッパーが迫ってくる時のさ、ゾンビ、あいつ5、6発くらいボウガンの矢ぶち込んだけど、それでも死ななかったってこと、あいつ相当体力やばかったんだろうな。アイテム、ガッチャ、スペース。さあ、登ります。ふいっ、ドン、オッケー。んで、おー、親方、上から豚が、うら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 、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。はめて、ガリャー！今の角度だったら残念ながらご褒美にはなってないですね。あ、はた、あ、あ、やばいやばい。あ、やばいやばい。動きが速いのか遅いのかよくわかんないね、君よ。走れる小デブじゃん。完全におデブだよね。まったく。XL じゃ済まないもんね。多分ね、5L でも無理だよ、この子。ねえ。でも、これってもともとこのサイズなの？それでも、ねえ、こうなっちゃったの？わかんない。まあね、シーウルスってさ、ほら、まあ、シーウルスっていうか、まあ、ウイルス系ってもうなんか、ね、ほら、あれじゃん。物理的な法則全部無視してね、体積とか関係なくて、どんどん巨大化していく。ういー。そうなんです。降りてきちゃったんです。すいません。だから、いつもより臭かったのね。2と4の時にあんなに香水の香りをブン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 振りまいてたのに、なんであの時だけ下水の香りがしたのかしら。だから次に会う時はね、ちゃんと、おいー、ゴリラー、どこまで行くの？あれ、なんか今カウンターみたいな。カウンターできるのかな？めっちゃ振り向いてる。ドゥン。オッケー。あちょ！あー、やばい。ゴリラが怒ってる。あれ、ゴリラ？
ああ、なんだ、ただのテリアさんだったな。出て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 、危ね危ね危ね。おお、暴れ暴れ、散らかゴリラ。ふん、これね、注意しないとね、最後の一発でね、やられたりとかするからね。よし、終わったーって、さあ行こうと思ったら、ブンっていけーって、で、ここ開けて、もうこれさすがにさ、次のパートから多分なんだっけ、ボウガンの無限手に入ると思うよ。うん、おいしょっと、オッケーで、チラッと、うわー、そうだ、これちゃう、よいしょっと、あれ、全然、もうちょっと待って、爆発、いいね、もう一発あげるよ、人生は爆発じゃー、ドゥイドゥイン、ドゥイン、オーケー、さすがに耐えきれなかったっすね。やっぱパイルボムは強いっすね。うん、まあ、おっぱいもっと強いけどね。パイつながり。こっちで戻っていって、降りるのか。降りて、と、こいつ、で、こいつ、バーン。あ、これは壊してたのね。オッケーオッケー。んで、よいしょ。あ、ちょっと、ちょっと。さあ、作っとくか。ショットガンはね、なんだかんだ使い勝手、あれ、あ、そうだ。ショットガンはやっぱなんだかんだ使い勝手がいいっすからね。ハメハメしといて、よいしょ。で、降りていって、これでチャプター2のエンブレムも全部獲得することができたから、よいしょーい。で、ここどこ？ああ、ここに来るのか。これあれかな？先に壊しとくとかってできんのかな？ま、関係ないけど。姉さん、クールっすね！かっこいいっす！すっす！うん、うん。ごめん。あのね、さすがに喉乾いたから、ちょっと、操作しながら。今ね、なんかキャラメルの、なんかポーションってわかります？皆さん。あれで、あれだよ。ファイナルファンタジー7に出てくる。じゃあ、ファイナルファンタジーに出てくる回復薬のことじゃなくて、なんか、ガムシロみたいな入れ物に、そのコーヒーとか、キャラメルラテみたいなやつ。キャラメルラテのがね、なんとわずか。11キロカロリーで飲めるということなので、まあ、コップ半分くらいにコーヒーをぶち込んで、で、ポーションかけて、で、あと残りはお水足してみたいな感じでね、ひんやり冷たく美味しくいただいてると。ただ、あまりにもね、水道から出てくるお水がぬるすぎてね、氷が今全部溶けてたから飲んだらそんなに美味しくなかった。飲み始めは美味しかったんだけどね、でん。あれ、こいつってだけ？こいつを倒したらなんか追加で出てくるみたいな感じなのかな。実験所、これ一石でしょ。これ、レオン編の方、ディアイリオン編の方でこれ倒すことができてたら、あれなのかな、ここにこいつが出てこないとか、そういうオチなのかな。そんなことはないよね、でも。多分。よいしょっと。んで、ほい。おー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 、ゴリゴリジャイ、まったく。ほんと。恋愛にちょっとつ申しも大事かもしれないけど、もっと相手を思いやって行動しなくちゃいけないっていうのも、ママから教わんなかったかな。ん？うらら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 ら、やばい、こいつ勝って、これ、この武器が弱すぎるのかな。あはー、刺さった、終わった。待って、あとまだ2体いるのか。おー、生えてきている最中でしたーからの、ほい、で、あっちからも来るね。あっちからも来てー、よいしょ、オッケー。あ、ちょっと待って、意外とお強いのね、意外とお強いのね、あなた、お強い、お強い。よし、オッケー。にぎやかでございます。やっぱパーティーはにぎやかの方がいいだろ。パーリナイ。パーリナー。あれ、これ爆発する？よいしょ。爆発してる？これ。青春は爆発？あ、違う、やばいやばい。カチカチやぞ。カチカチ。カチ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 。よいしょ、危ない、でん、隙が多いぜ、おっちゃん。甘いでんな。よいしょ、よいしょ。沈没。ああ、もう一体のやつ、あれだね。ご苦労が残って。さあ、走ってくるか。走ってきたところで、おお、恋の予感、私もしてるー。ふっ、ふっ。あ、ごめんなさい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 。あなたに物理で挑むのは、私はまだ早かったわ。もうちょっと筋肉量を20キロくらい増やしてから帰ってくるわね。よし、さあ、よいしょー、もう一丁、ほんで、くるっと、ほんで、もう一丁、ういうい、すごいな。
暴れてんな。よし、お疲れさんでした。なんとか無事。痛い痛い、痛かった。よし、じゃあ大丈夫かな。あ、OK だね、全部ぶちのめせましたね。はい、じゃあ一旦このあたりで、あれだね、なんか忘れ物ないよね、別にね。ふい、めっちゃ忘れてたわ。手榴弾も大事。なんかすごいチラ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 、この中に培養されてる奴らがね。まあでも結局エイダが後始末してくれるっていうね。うん、ありがとうございます。でこっち行って、こっちには行けない。 Well, I can't get through here。 まあそっち行ってもね、あの強化女が騒ぐだけだからね。よし、さあエイダ爆誕の瞬間、おっぱいパーイがいっぱいパーイでございますね。果たしてどうなるか。エイダウォン、ウォンってことはあれだね、勝っただね、勝ちじゃなくて。さあ果たしてこれは一体何なのかしら。でもあれだね、 VHS じゃんこれ。2013年の時点で、2013年で VHS なんか見てた記憶ないけどな。うん、もう全部 DVD に切り替わってた気もするんだけど、まあそんな細かい話は置いといて。しかもこれさ、また1から始まるってことは、わざわざあれだね、あのレオン見た後にさ、ちょっともっかっぱみたいな、やっぱね、先っちょを見たいじゃんっつってでわざわざ巻き戻してたってことなのかな。で巻き戻してもう一回見ようと思ったところ、今そんなことをしてる場合じゃないでしょ、先に座よっつってヘレナに怒られたから仕方なく巻き戻しただけで終わったわけで、先っちょだって。自分がこれさ、シーウルスから誕生したなんていうことをさ、やられたらもう気持ち悪くて気持ち悪くて仕方ないよね。私こんなんだったっけ、で実は私何者みたいなね。レオンが混乱するわけね。私はシーウルスじゃなくて G ウイルスで出来上がったのよっつって。勝ち、なるほどねてって、偽物ちゃんでございましたかてって。じゃあこのシモンズはまたあれか、誰かその役をやったっていうことなのかな。おかげでいろんなことが分かったわ。で、あんた誰っつって、例えば、そう、私でございます。でも残念ながら、いやーここで、いや本当に美しいでございますね、お姉さま。そして何よりもやっぱりね、髪型がすごい好き、ショートカットが大好きだから。レオンじゃねえ、エイダと、なんでレオンって言った、エイダとレベッカの髪型が好きですね。あのくらいショートカットがたまらないですね、本当に。ノーブラ VS ノーブラ、赤かどちらに興奮をするかということなんですけど、皆さんはどっち派ですかね。そして、6月にもかかわらずまだマフラーを巻いている。こっちのねエイダね、口歪みすぎなんだよね。本物になりきれてないっていうところだよね、あの口の夢が歪むかげんところがね。ということで、はい、ピッ、突然始まるスイッチ、ゲームができる時間は2分半ですというところですね。でここで2分半しかないのに余裕を持ってね、しかも連絡先知ってんのかよ、なんだよただのメルトモかよみたいなメールは知らねえか、なんで知ってるんだみたいな。やばい、なんか喋り続けてだんだんお腹が痛くなってきた。もしかしたらキャラメルに当たったかもしれない。ちょっとこれ終わったら速攻で書き込みましょう。はい、反撃開始。そっち逃げてったらね、あのこの部屋から出る時点で残り50秒くらいだったのによう脱出できた。はい、ということでね、無事クリアすることができました。多分命中率とクリアタイムがやっぱそうだね。はい、ダメだったということでございます。ということでね、チャプター2無事クリアすることができました。本当に最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して明日もお楽しみいただけたら幸いです。ということで、よし、9万5000あったらもうクロスボウいけますね。じゃあ次回から、もうね、いろんな人に、いろんな敵にですね、ぶち込みまくるっていう、そんなパートをね、やっていきたいというふうに思っております。ということで、本日の動画は以上でございます。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れやんでした。バイバイ。